皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は7月9日火曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。散々職場で女性だからを言われて悶々としていた智子が、転勤を命じられると娘だからという理由で由美ちゃんを連れて行こうとする。結果花江ちゃんに怒られる。智子が悪いのではなく、人は誰しも自分の見ているものだけが見えてしまう。猪爪家、いよいよ亭主元気で留守がいいみたいになってしまいました。しかし智子にしてみれば、気づいてたならもっと早く教えてよと思うだろうし、花江ちゃんにしてみれば、そんな時間なんてちっともなかったじゃないとも思うだろうし、日頃からコミュニケーションを取るには心と時間の余裕が必要なのだと感じますね。花江ちゃんから本音をぶちまけられた智子を見ていると、少しかわいそうにも思えました。家庭と仕事のバランスを取ろうとすると 100% 全力にはなれない。とはいえ、由美ちゃんたちに寄り添おうとする気持ちがなければ家族の絆にひびが入ってしまう。難しすぎるなぁ。トラちゃんは何にも分かってないという花江ちゃんのセリフ、これ直道お兄ちゃんの俺には分かると対になっていますよね。お兄ちゃんのすごいところは、分かると言いながら全然違うことを言うことはあっても、他人の気持ちに寄り添い同調しようとし続けたところなんですよね。だからこそ花江ちゃんも、この人は私のことをしっかり見てくれている、そう思えたんだと思います。対して智子のはてという決め台詞、実は相手の気持ちに全く寄り添わず疑問を投げかけ、自分の主張を通す言葉なんですよね。ここへ来てまさかのはてを否定する展開なんです。今週もまた朝廷での話が智子のプライベートと重なる構成ですね。もっと旦那さんに寄り添ってみては、これがそのまま家族に寄り添えていない智子自身に返ってきています。ここから智子は何を学ぶのでしょうか。もっと旦那さんに寄り添ってみてはという智子の助言ですが、実は寄り添ってほしいのは不貞行為を働いた妻の方ではないのかと感じてしまいました。家庭を顧みなかった夫にも十分責任があるような。離婚調停の夫婦、これそのまま智子と花江ちゃんに当てはまりますよね。先週雨だれのひとしずくなんかになってたまるかと仕事に全力を注ぐ覚悟を決めてしまったので、家庭を顧みない昭和のお父さんのようになるのは当然の帰結だけど、女性が男性化した時だけ叩かれるのおかしくないですか。そもそも男性の働き方自体に問題があるんじゃないと思うんです。何でもかんでも仕事を引き受けてしまう智子も悪いけど、人員不足すぎる職場や上司である滝川さんや桂場にも何かしらの原因があるという描き方は恐ろしく公正な策劇だと思います。智子、もっと家族のことを考えてという気持ちに対するカウンターのように感じますよね。一人ぼっちでご飯におしんこという簡単なお昼ご飯を食べ、春さんのお下がりの着物を着る。そして智子の理想たっぷりのラジオを消す。これまで描かれていなかった花江ちゃんの現実。智子の綺麗に畳まれたハンカチはきっと花江ちゃんが用意してくれたものでしょうね。昨日の春さんの激山の味付けを知らないはずの由美ちゃんが花江ちゃんに言ったおばあちゃんの味という発言、あれは花江ちゃんの気持ちへの寄り添い、それとも忖度？
直人と直春がゆみちゃんのいい子の振りに付き合っているのは寄り添い？忖度？今週は単に智子をギャフンと言わせる話なんかじゃないと思う。智子が子供たちにお菓子を買ってくるのは戦後チョコをもらった直人たちが大喜びしたから、本を買ってくるのは読書好きの直明が本を読めずに悲しい思いをしていたからなんですよね。ちょっとずれているのは残念なんですが、智子なりに子供たちの喜ぶ顔を想像してのことなんですよね。滝川さんが怒っているのはまだまだ発展途上にある東京火災のために智子が絶対に必要だからという考えを持っているからですよね。小さな子供がいるのに転勤なんてという気持ちはおそらくないはず。非常に難しい問題ですが、全国転勤がある職場は令和になってもいろんな問題を抱えていますよね。今に始まったことじゃないけど、滝川さんが智子を私物化して彼女の選択の意思をないものとして扱い続けています。これって実は智子の家族への対応と全く同じなんですよね。行き先も告げずについてきなさいというところもリンクしています。女性が輝ける女性だからこそという長官の発言、令和になった今でも政治のトップから何度も聞いた言葉ですよね。言った人が悪いということではなく、まだまだ女性の不平等は終わっていないということがはっきりと分かってしまうんですよね。男女平等を訴える智子たちですが、ゆみちゃんという小さい子供を持ち、二の爪家の事情も知っているであろう桂葉がそれに構わず智子に転勤命令を出す。桂葉は誰よりも男女平等という信念に準じているのかもしれません。今日の展開でも予告でもぶつかり合う智子と花江ちゃんが描かれました。でももしかすると今週の主役はゆみちゃんなのではないかと予想しています。彼女がどんな気持ちでどうしたいのか、そこが明らかにならないと何も解決しないような気がするんですよね。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。